ついにたどり着いた最高の告白会、無色転生ということでね、今回は無色転生第2期第11話が放送されました。いや、やた 来ましたね。もう第2期に入ってから、もう長きにわたる。このルディとね。フィッツのすれ違い、なかなか言いたくても言えない。分かっていても気づかない。ふりをして心に蓋をしてそうやってすれ。違い続けた2人っていうのがもうついにね。真正面からもう素直な気持ちを言えたかいということで言えたじゃね。えかとですね。もう展開もね。もう原作も何回も読んでもう知っていたんですけれども、まあ、それでもいやーうるっとくるものありましたね。うんということでね、えー、今回その第11話のです、ね。の ですね、簡単話していきたいと思います。ま、今回のエピソードはこの二人のすれ違いのですね、まあ、総決算の回になっておりまして、まあ、フィッツ、あの、シルフィーから歩み寄っていくようなね、えー、全体的な作りになってはいるのですが、冒頭に、まあ、ルディの、まあ、後悔を一言、後悔とか痛みをですね、入れておくわけなんですよね。まあ、ルディっていうのは、フィッツ先輩に、まあ、そこまで迷惑をかけたくないというところでですね、まあ、ルーク先輩との話をしていたわけなんですけれども、ま、その会話の最後で、ルディがね、ポロッと辛いとですね、本音を漏らすわけなんですよね。 こういう、その、ルーク先輩っていうか、外に対しての、その、ルディのですね、本音と建前っていうのを、しっかりね、提示させておかないと、動線として綺麗に繋がってこないし、最後の歩み寄りの一手が足りなくなると思うんですよね。まあ、そういうところで、この冒頭のですね、この30秒ぐらいのルディの視点っていうのは、すごく大切な、今回のエピソードの中でもかなり重要な、え場面になっていたのかなというところでございました。そして、場面はシルフィーの方に移っていきます。まあ、今回はね、シルフィーとアリエル王女、この二人の、うん、くてた作戦っていうのが、まあ、中心にあるお話だったわけなんですけれど、 アリエル王女っっていうのがねずとシルフィーが一歩踏み出す勇気をですね、どこかにそのなくしてしまったことによってですね、なかなか一歩踏み出さない。それに、もうこれは待っていられないということでですね、マアリエル王女はついに動き出すということで、一緒にね、作戦を立ててあげるというですね、まあ、たとえ王女シルフィーの上司であったとしても、このね、シルフィーという友とですね、同じ目線で、その一緒にね、この大切なことを語り合うっていう、このシーンはすごく良かったですね。んいやなななかなかね新たな何か が芽生えそうな感じもありましたけれども、やっぱここら辺は本当ね、シルフィーがめちゃくちゃ感情豊かなわけなんですよね。まあ今回な、まあ、お世辞にもめちゃくちゃ力を入れた作画ではなかったわけなんですよね。まあ全体的に動きもあまりなくってですね、まあ透明もかなりあったんですけれども、だとしてもですね、こうシルフィーには全力なわけなんですよね。もうシルフィーのこの一挙手一投足、この感情の変化っていうのはですね、ものすごくあの細かくですね描写作画されておりまして、やっぱそういうところからも今回のシルフィーの動きっていうのはもうすごくですね可愛らしかったんですよね。 このアリエル王女とのね、会話の中で、ルディとのね、妄想を垂れ流してしまうところなんかはもうめちゃくちゃ良かったですね。まあ、この場面ではルディたちがもうバーディー下と一緒にまあ食事というか会話をしているーシーンでございますけれども、そこで何か話していたんですよね。まあそれは後々みたいな感じで、まあ軽く切り上げていたわけなんですけれども、まあ、ここで一体何を話していたか。まあ原作の音だと書かれてるんですけれども、あのー、バーディー下に対して人形を作ってあげますと、うん。キシリカの人形を作ってあげます。その代わりに、 僕たちの後ろ盾になってほしいというですね。まあ、契約というかね。まあ、そんな感じの会話をしていたわけなんですよね。うん。まあ、そういうところでですね。まあ、現状そこまで、ま、重要な話じゃないのでカットされたとは思うんですけれども、まあ、いずれというか、やっぱこのエピソードですね。この学園編っていうお話を通じて何を描きたいというか、ルディの人生において何を描きたいかっていうところですね。やっぱその、シルフィーとの関係性の修復というか、出会いっていうのもあるわけなんですけれども、やっぱり今後の人生に向けた、その、基盤づくりなわけなんですよね。うん。こういういろんな人々、 いろんなコネクション作りっていうのがですね、やっぱ根底というかね、非常に重要な要素になってくるところでございまして、まあそういう一幕だったというところでね、バーディーヘイーとのちょっと後ろ盾をもらいたいというですね、ルディの思惑が透けるシーンでございました。ちょっとアニメではカットされておりましたが。で、まあここのフィッツ先輩の演技が下手というかね、もうこれからその作戦をね、ルディに仕掛けるっていうのに対して、もううまいことね、演技ができていなくて、もうシルフィーがダダ漏れになっているんですよね。まあここら辺とかもすごく良かったですね。まあそういうところにもですね、ルディはな 怪な表情を見せるというかな,なんかおかしいな、みたいな。まあ、すでにここら辺で気づき始めているわけなんですよね。で、実際に、えっ、ー、と、森の方へ行くというところでございまして、まあ、ここら辺の描写とかもすごく細かかったですね。雪を溶かしているところとかね。雪を溶かすんですけれども、その、温度の調節をね、うまいことやっていて、あまり水蒸気が出ないようにしている描写とかね。それからこの作戦の肝であるですね、雨を降らせて、それで濡れて洞窟へ、その、行かざるを得ない状況を作り上げるっていうですね、えー、ここの場面になってくるわけなんですけれども、ここちょっとね、アニメだと、 わからない人もいたかなと思うんですけども、このシルフィーがですね、なんか指輪に対して何か言うわけなんですよね。で、そのキーワードに反応して指輪の色が青から赤色に変化されているというところで、そうしたら雨雲が出始めるというですね、描写でございました。まあ、これだけ見ると、あ、これなんか魔道具で、そういうなんか水星、その魔術をなんか使えるやつなのかなとも思われがちなんですけども、まあこれはもっと単純なもので、えっと、遠くにいる人と通信ができるというか、合図を送り合うみたいな 魔道具にななっているわけなんですよね、まあ、この指輪ともう一つね、対になっている指輪があって、まあ、こっちでね、キーワードを言うと、色が変化して、その対になっているもう一つの指輪の方の色も変化して、この合図を送り合えるというね、まあ、一定の距離の間だけですけれども、まあ、そういう、えー、簡易的な通信、あの、魔道具になっているわけなんですよね。まあ、それを使って、別動隊、えー、別のところにいるですね、あの、雇った魔術師二人に対して、もう合図を送って、その魔術を使ってもらったと。んで、天候操作してもらって、雨を降らせてもらっていたというシーンでございました。 それからここは洞窟のシーンなどですが、この今、ルディがいる場所っていうのは、一見すると洞窟の奥の方に行ったのかなとも見えますが、まあ、これは入り口の部分ですよね。うん、多分、入り口にいて、ルディがその洞窟の出入り口の部分っていうのを土魔術でその埋めていると言って、それで上の方に少しだけ空気の出入り口を作っているという風に見ると、ちょっと違和感になるような岩の配置にも見えるところもですね、すごく腑に落ちる感じがありましたので、多分そんな感じなのかなと思いました。でまあ、そんなところ ここらどうでもいいっちゃどうでもいいんですけれども、まあ、すごく大切なね、この告白のシーンですね。ここ本当に、二人の今までっていうのを総決算するといった具合で、一挙手一投足、二人が一つずつ確認して歩み寄っていく感じがですね、まあ、すごくエモいんですよね。うん。本当ここはね、あの、まあ、第二期初めの頃のですね、まあ、サラが、えー、ルディに対してね、恋心を抱いたシーンですね。まあ、そこと全く同じようなロケーションになっておりまして、このルディがシルフィーの服を一枚ずつ脱がしていくシーンは、一期の第三話ですよね。ルディがシルフィーのことを女の子だ と、えー、その理解したところですねそこに、えー、完全に重ねて、えー、切っておりましてそうしてですね、えー、二人の感情が重なった瞬間に二人の目線も重なるっていうね、えー、ついにですね自分の気持ちを素直に伝えるというですねこのシルフィの今まで貯めていたものが一気にねそのダメが崩壊してもうダーッと流れ込むシーンはめちゃくちゃいいんですよねでこの今回はねエンディングがすごく生えていたというところでこのエンディングへの入りもめちゃくちゃ良かったんですけれどもやっぱここらへん一つのパッケージになっていて今回っていうのは全てが繋がった ってですね互いにしっかりと目を見て話せるようになった二人っていうののね気持ちを経てのこのエンディングでございますからその見方というかですねやっぱ今までとやっぱ感情も変わってくるわけなんですよねですので今回っていうかやっぱ無職転生前編を通してそうなんですけれども感動シーンはめちゃくちゃさっぱり描くんですよねそんなに過剰に演出をしないっていう部分がありましてまさに今回もそうな感じでございましてそんなにあの過剰な演出はしていないんですよねですけれどもその溜まった分をエンディングに全部乗っけてくるっていうね今回のエピソードっていうのは形式的なエンディングじゃなくて、エンンディングまで。 含めての第11話になっていたっていうところがですね、ま、よくよくできた、え、その、すごくね、いい回だったなというところでございました。ということで、今回は、無職転生第2期、第11話でございましたけれども、いやー、ついに訪れた、え、神会、ここまで長かったですけれども、やっと来たなっていうところでしたね。いや、まさかここまでね、無職転生の学園編、こんなワンクールかけて、まあ、あの、冒険者の話もありましたけれども、ここまで丁寧にね、かけて描いてくるとは思ってもいませんでしたので、もうほんと、すごくいいところでございました。え、次回ついにワンクール目最終回でございますけれども、どんな感じの 結末になるのか、めちゃくちゃ楽しみなところでございます。ねえ、どの人もコメント欄でお願いします。それじゃまた。